すぐに終わらせましょう秒で終わらせるわそこだバーンこいつもやるよタイドバレットえあっ <laughs> やあ<ー>エンサの声をゴーストラッシュ切り刻む泣きすぐれみんな気を抜くな<っ>俺に任せてくれ僕に力を するかアサルトダンス行くぞ俺に続いてくれこの世界に別れを告げなさい。はあと少しだ一気に決めるぞはぁ、あ、次もこの調子でいけるといいな。 なんか見えてきた。あれはあれが目指してる安全な場所や。古い遺跡の跡、なんかな。なんや特別な力でもあるらっしゅうて、魔物が近づいてきいひんのや。昔はペネロペとようあそこで遊んどったわ。昔は周辺も、こんなに魔物だらけじゃなかったものね。今じゃ近づくのも一苦労で、ユナに護衛お願いしちゃってるけど。 気にせんといて。身辺警護もジャーナリストの仕事のうちや。一般的には違うと思うぞ。ねえ、ペネロペ、お願いがあるんだけど。お願い何を俺たちの、演劇の先生になってくれない先生ペネロペ言ったよね。今の俺たちじゃ、絶対に大会で優勝できないって。でも、それじゃ困るんだよ。 俺たちは世界を変えるために前に進まなきゃいけない。そのためにお金を手に入れなきゃいけないんだから。確かに、一流の女優さんに教えてもらえれば、彼方と私の演技力はさらに向上するかもしれない。私からもお願い、ペネロペ。正しいことをしようとする彼方の道を開く手伝いをして。なんか大それた話になってきちゃったわね。 それは、キラン。何やら悪い顔をしている奴がいるんだが。ええよ。演技の先生引き受けたる。ペネロペ大先生にお任せや。いいのやったちょっと言うな。何勝手に決めてるのよ。そんかわり。一つ条件があんのやけど。条件簡単な話や。 うちの取材に付き合って。ちょっとだけ厄介なネタがあってな。一人じゃ二度思いを持っとったとこなんや。要は、演技指導と引き換えに、仕事を手伝わせたいわけか。厳禁な女だ。何言うてんの。条件としては格安やん。何せこの天才女優、ペネロペに指導してもらえるんやから。どうしよう、彼方。今の俺たちには、 演技の先生が絶対に必要だよ。大会で優勝するために。分かったよ、ユナ。仕事を手伝ってあげる。その代わり、先生お願いね、ペネロペ。交渉成立や。すまんな、ペネロペ。そういうことになったわ。はぁ、あ。しょうがないわね。敬語とか、いろいろユナには借りがあるし。やってやろうじゃないの、演技指導。 その代わり、手加減はしないから覚悟しておきなさいよ。やったありがとう、ペネロペこれで望みは繋がったね。そうだといいがな。ほなら、早い遺跡に行かな。最後まで気を抜かんと、頑張らな。 マジでやっちゃうご注文は蹴りとバトンどちらになさいますせよ。くれ 闇の剣にアグリゲットシャープはっ行くぞ俺に続いてくれこの世界に別れを告げなさいかわせるかアサルトダンスよっ さい掃除も私の仕事邪魔なものは蹴散らしてくよこれ,これで終わりかな一気にいくよバーンこいつもやるよタイドバレットあふれる慈しみの光よハートレスサークル <っ>この程度はっそこだ俺に任せてくれ神よ僕を見守りたまえ。 ただの冷やかしなら叩き出すしかないね。かわせるか？アサルトダンス。バーンこいつもやれよ。態度バレット。 神の剣に、アグリゲット・シャープ切り刻む泣きすぐれみんな、気を抜くなこの世界に別れを告げなさい。僕に力を当たれ 俺に任せてくれ行くぞ俺に続いてくれもう最後かよせやこれが最後ですか気を抜かずに行きましょう溢れる慈しみの光をハートレス ガァッそこですかかわせるかアサルトダンスみんなお疲れ様さお茶をどうぞ 母上、姉上、そんなに私が憎いのですか来る日も来る日も、生ゴミのように扱われる私を照らしてくれる光など、きっとないのでしょう。私は、何も持つことを許されない。あ、それでも、それでも、神よ。希望にすがりつく意地汚さだけは、 どうか、抱えて生きることを、お許しください。はあはあ、ま、こんなもんかしら。綺麗。なんと儚く健なげな少女。今そこにいたのはペネロペではない。完全に別の人間だった。すごい、すごいよペネロペ。 やっぱり一流の女優さんってめちゃくちゃすごいんだね。せやろせやろ。まるで別の人間が憑依してはるかのような迫力。視線を奪ったら離さへん存在感に表現力。いつ見てもペネロペの演技力には惚れ惚れするわ。褒めても何も出ないわよ。今更ながら不安になってきたぞ。あれが本物の演技。あんなものが。 俺たちにできるのかうぬぼれないでよ。私と同じことが素人にできてたまるものですか。だけど、私が教えてるからには、尊女そこらの三流役者くらい圧倒してくれなきゃ困るわ。さあ、始めましょう。まずは、今のあなたたちの実力、見せてちょうだい。はい、よろしくお願いします。 俺はお前を許さない俺は正義でえー、と。正義だからだ素敵です正義の海賊様敵は全てこの姫が、打ち首に処しておきました無念なりああ無念なりあ、ああ。 一つ聞くけど、真面目にやってるもちろん全身全霊で。大真面目だ。才能がなさすぎるわ。五年後の大会を見据えていきましょう。先すぎるよそんな悠長にやってられないんだってば教えてペネロペ、私たちの演技のどこが問題なの 舞台に立とうとしてるところよ全否定かこら、重症やな。安受け合いなんてするんじゃなかった。ここまでひどいとは。いろいろ言いたいことはあるけど、まずあなた。俺セリフが全部軽いあんなにペラペラ薄っぺらな正義って言葉初めて聞いたわええー、ひどい次にあなた。 勝手に自分を姫に設定したくせに暴力的表現に特化しすぎよかれと思って。俺はどうだった照明と小道具の担当になりなさい。俺を舞台から遠ざけようとするのはやめろ覚悟を決めるしかないわね。この私の教えを受けておきながら、舞台を汚すような演技をするなんて絶対許さない特訓よ 今夜は朝日が昇るまでしごいてあげる。ええー、徹夜ってこと当然。大根役者に安らぎなどないと知りなさい。あかん。完全に想定外や。はぁ、はぁ、はぁ。はぁ。 疲れた。もう朝日昇ったんじゃないの少しはマシになってきたじゃない5歳児のお遊戯程度にはなったかしらでもまだまだよ。もっと演技の基本。ううペネロペ <laughs> ありがとう言うな。助かったわ。大丈夫、ペネロペ。今、 ユナが支えなかったら倒れてたよ。なんでもないわ。ちょっと立ちくらみしただけ。さあ、練習を続けましょう。あかん。もう今日はしまいや。家帰って休まな。拒否はさせへんよ、ペネロペ。カナボンたちも、それでええか勘人なうん。ペネロペ、本当に大丈夫なの大丈夫よ。 少し寝れば回復するわ。ユナが大げさなだけなんだから。ならよかった。今日はここまでにするけど、自主練はしときなさい。明日はもっとしごいてあげるんだから。今日よりしごかれるの地獄だ。それじゃあ明日、お楽しみにね。<laughs>